どんな時も迷い探し続ける日々が答えになること僕は知ってるから。おはようございます。マイとの対話へようこそ。今日は2018年6月27日水曜日です。今日も聞いてくださってありがとうございます。今日のテーマは、習慣で人生を変える3。時間の使い方2回目。今週のテーマ、習慣で人生を変えるなんですけども、昨日ちょっと時間の使い方っていうことでお話をしたんですけど、ちょっとざっくりまとめると、とにかく自分が何に時間を使っているかをまず把握してチェックして、でそれをですね、もしずれてたら修正するっていうことですね。それをやるってことですね。で、自分の望みにちゃんと焦点を当てて時間を使えているかっていうことを見ていこうっていうことでした。でこれですね、意外とできてなくて、なんかどうしてもですね、なんか自分がやらなきゃいけないと思っていることみたいなことで時間を使って時間がないって結構思い込んでることってすごく多いので、これもぜひやってみてください。でそうやって自分が望む未来を作り出すための時間スケジュールを作っていくっていうことですよね。それをやってみてください。で、今日なんですけど、時間の使い方2っていう時に2なんですけど、例えですね、その自分の望みにちゃんと焦点を当てて時間配分をしてスケジュールを仮に立てて過ごしていたとしても、実はですね、うまくいかないことがあるんですよ。というか気をつけるところがもう一つあります。もっともっと大事なことがあります。それは何かというと、それはその時の感情なんですね。その時にどんな気持ちか、どんな状態か、自分の精神状態、心の状態ですね。これがとっても大事なんですよ。で、ここが、ずれていたら、仮に自分で望みに焦点を当てたことをやっているつもりでも、それは自分の望む未来へ向かうことはできないんですね。で、それはどうしてかと言いますと、結局私たちっていうのは何かその特定の状態っていうのが望みっていうわけではないんですよね。その時にどんな気分でいるか、どんな感情を持てるかっていうところの、その感情の部分っていうのが欲しくて、何かいろんなことをですね、やろうとしてるわけなんですね。で、なのでいくらその自分が好き、やりたいと思ったことをやってるつもりであっても、その時の感情が喜びや幸せや、そういった感情ではなければですね、なんかどうしてもですね、また望む未来へっていうことには向かってはいかないわけですね。で、2週間前のテーマが引き寄せの法則っていうものだったんですけど、その中で節目ごとの意図確認っていうのがあったと思うんですけど、節目ごとの意図確認っていうのは、まずその一つ一つ一日の中で流れ、一日の行動の流れ、スケジュールの流れみたいのが、例えば朝、起きました。で、起きてすぐベッドから出る人もいるだろうし、起きてちょっとしばらくベッドにいてから出る人もいると思うんですけど、もしベッド
にしばらくちょっと過ごしてからベッドから出る人だったら、まずそこの時間が一つで、まずそこの時間が一つでしょ。それから起きてから、まあ、次の、まあ、朝の一連の準備をする時間が、まあ、例えば一つと、まあ、大きくまとめたとしてですね、そうした時にそれぞれの時間で自分がどう過ごすんだっていう意識をいちいち持つってことですね。まず先に決めるってこと。私はこの時間こういうふうに過ごすんだっていうことを決めるわけですね。で、そうなんですよ。で、ちょっとここですね、ちょっとまあやったことないかったら分かりにくいかもしれないんですけど、まず先に決めるってことですね。例えば朝起きたとします。目が覚めたとか目覚ましが鳴ったとします。まあ、眠たいですよね私も今日眠たかったんですけど、じゃあ眠たかったとします。で、まあ、眠かったんだけどちょっとまあまあちょっとしばらくしてもちょっと起きると決めてる。まず起きると決めてるわけですね。で、私の場合は別に結構早めに起きてるんで、別に起きなくってもいいけど、まあ、起きるって決めてるわけですよ。で、どうして起きるって決めてるかっていうと、その自分の、まあ、例えばまあちょっとラジオをしたりとか自分のスケジュールを確認したりとか、朝のまあ運動っていうかトレーニングみたいなことをまあするので、まあ、そのために早く起きてるんですけども、まあ、そういったことをですね、するっていうことが実はまあちょっと眠たいんだけど、それをやった方がまあ自分は喜ぶ、自分の心は喜ぶわけですよね。だからまあそっちに心を向けるっていうことですね。眠いっていう方に眠いっていうのとそれがやりたいっていうのを比べた時に、まあ、眠いんだけどそっちをやりたいわけです。だからまあそうやって起きるって決めて、その喜びに私は焦点を当てるっていうことを決めて、まあ、起きるとかですね、そういうふうにとにかく活動の一つ一つにまず何かどう自分がどう感じるかじゃなくって、その先に自分がしたいと決めていることをした後の状態、どっちに焦点を向けるかなんですよ。うん、ここが大事かなと思います。で、まあいろいろやりながらですね、まあ初めてやるんですけど、気持ちってですねすぐにずれてしまうんですよ。例えばまあ私はいつも自分の望みに集中していたいなって思うんですけど、例えばですね、私昨日ですねちょっとまあ近所の地域の習慣みたいなのがあってですね、でまあ、ちょっと、まあ苦手な人がいるんですけど、その苦手な人をですね見た時についその人の苦手な部分に私昨日注目しそうになっている自分にまあ気づいて、ああいらないいらないって言って、まあそれやめたわけですね。そんなのいらないって、はい。で、まあ、前の私だったらそれについてこうずっと考えて、どういうとこが嫌なのかとかそういうことを考えて、なんか嫌なとこ探しとかしてた私だったんですけど、今はですね、ああいらないいらない、そんなこと考え、私はそんなことに時間は使わないと、私は、自分の望みに焦点を当てるっていうことで時間とエネルギーを使うんだとまあ決めてるので、まあずれても戻るっていうことですね。で、それはどうしてかというと、結局その一瞬一瞬っていうのが一番大事なんですよね。一瞬一瞬常に自分が意識的にいい状態に持っていくぞっていうふうに常に決めるっていう、それがものすごく大事で、今の積み重ねしか未来を作らないんですよね。だからまあ未来っていうのは自分の望みとかは引き寄せるとかではないわけですね。作り出すんですよ。たまたまじゃないんです。当然そうなるんですね。一瞬一瞬の積み重ねで当然の結果としてそうなっていくんですよ。コンピューターのプログラムってわかりますかね。あれって一個でも文字打ち間違えてたら
プログラムって動かないんですね。そうなんですね。一個でも間違えてたら、その一つ一つの積み重ねが全部大事なんですね。それと一緒で、私たちも未来っていうのは何が一つ間違っても今はなかったわけですね。で、それがですね、もし望みではない場合、一瞬一瞬の自分の状態とか感情とか、そういったものをですね、もっともっと意識をしていって、で、自分が望む状態を作れてるかどうかっていうのを確認するし、作れてなかったら、作っていかなきゃって言って元に戻るっていうことですね。だから自分の望みに常に焦点を当てている、一瞬一瞬ってことですね。で、もし当然これができていたら、一瞬っていうものができているからこそですね、その、ある時間帯そうであるわけだし、一日の過ごし方として自分の望みからずれないっていうことですね。だからその望みっていうのは特定の状態っていうだけではな、特定のある状態、例えばなんかは何でしょうかね、こういうものが欲しいとか、もうそういうのではないですね。もう皆さんの望みはですね、きっと本当に、自分を愛し、人を愛し、仲良く自分の成長を喜び、生きていきたいとか、なんか多分そういったことなんだけど、本当に細かい望みなんていうのはそんなにどうでもいいという場合が多いと思うんですけど、その時の状態ですよね。で喜べるっていうのはどういう状態かっていうと、できないことができるようになったみたいな喜びとかですね、なんかその成長した喜びとか、なんかそういったもの、自分が幸せだって感じるのって、やっぱり幸せじゃなかった時とかがあったから分かるみたいなことってすごいあるので、そのできてないっていうこともですね、全然悪いことではないわけですね。はい。じゃあ今日のテーマどうでしたでしょうか。とにかく一瞬一瞬の自分の気持ちを確認していくっていうことですね。で、もしずれていたら戻りましょうっていうことでした。はい。習慣で人生を変える3回目、時間の使い方にお話をしました。あなたが自分の中にある無限の可能性に気づき、望む未来を作り出せますように、いつもあなたのことを応援しています。船越舞でした。また明日お会いしましょう。